はい、どうも、ハピネスダークのハピネスです。ウォーフレーム初心者用解説実況プレイ、やっていきたいと思います。本日はですね、ウォーフレームを初心者用のね、解説実況ということで、ファウンドリーについてのね、説明をしながら、生放送やっていきたいと思います。あ、ヒカルンさん、1個目ですね。まあちょっと、正しく言うと俺が1個目取っちゃったんだけど、1個目ありがとうございます。そう、だから今日はね、アカウントが違います。ウォーフレーム。開始しましただね。そうなんです。今日はね、ちょっと趣向を変えて、いつもね、参加者とか募ってやってるんですけど、今日のところはね、普通でもないか。その、初めてウォーフレームやりましたみたいなね、人向けにやってます。マックーラー？マックーラーって何？マクラテン何？先生すいません、遅刻しました。貴様許す。よかったね。ごめんね、貴様とか言って。これはネタとして避けられない道だったんだ。よし、告知も終わりました。 OK です。トラジーさん、こんばんは、ありがとうございます。5分前着席してたんかい。今日はね、ちょっとね、皆さんにね、参加促せれば、参加していただきたいなとも思うんですけれども、まあ、その前にね、説明できるところを、まあ、今回はファウンドリーについての説明になるんですけれども、もう皆さんね、コメント欄にいらっしゃってる方もそうだと思いますけれども、中堅からクロート天皇の方々が多いと思いますので、その方々とね、俺がディスカッションしながら、まあこれってこうだよね、初心者さんやるならこれはこうだよねみたいな感じでね、ちょっと話をしながら今日のところはお送りできればいいかなと思っております。うん、だからね、何にもないよ、これはもう初期アカウントだから。ロード早ーみたいな、結構体育系だった。そうだ、いいか、俺たちは天皇だ。宇宙の太陽系のバランスは俺らの働きにかかっている。俺はお前たちにきちんと教育するぞ。まずボイドに貢献しましょう。さあ行こう。Welcome back, operator. いいですね、今日6日目でーす。イエーイ、ひずみさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、だからね、ちょっと参加を期待して来られた方申し訳ない。今日のところはね、参加を促せるかどうかわからないので、7名の方いらっしゃいませ、ありがとうございます。促せるかどうかわからないんですが、もしかしたら協力を促すことも、協力してくださいっていう場合もあるし、何よりね、コメント欄を通して、こう、初心者さん宛てに、初心者天皇に俺はこれを伝えておきたいんだっていうのを、皆さんがここのコメント欄を使ってできるということなので、もうぜひこの機会を大いに利用していただきたいと思います。はい。まあ、基本的にはね、初心者さん向けの、ご説明の形になるんですが、今までね、実況動画のスタイルでやってたんですけど、ちょっと個人的に編集する時間がなくなってきてしまったので、いろいろ予定スケジュール組んでたら。なので、生放送に一旦切り替えてます。はい。で、前回は、このコーデックスとかね、マーケット。で、さらには、モッドについての説明などなど、そのあたり深く触っていったんですけれども、今回はこちら、ファウンドリです。前回ね、救出ミッションをやって、ダーボさんっていうね、おじさんを助けましたね。ほうほうほうっていう人ね。あの人を助けて、今度ね、アスカリスっていう装置をね、この肩と腕についてる装置ですね。これを解除しなきゃいけないよっていう話なので、まあこいつを解除するために次のミッションへ行こうというところですね。はい。皆さん覚えてますか？覚えてますか？中堅天皇さんたちは、このアスカリス装置、ファウンドリーを起動させたあの日のこと。っていうか、俺のアカウントから見ると、だいぶ殺風景ですよね、これね。うん。あ、ジャガラさん、キワッキワッキワー！ありがとうございます。さ、じゃあ、次のところ行きましょうか。ほら、また地球。地球がまだまだ、開拓終わってない。ということでね、初心者さんの方へ向けてご説明すると、ファウンドリーモジュールを探せということなので、このファウンドリーモジュールをね、まずは取ってこなくちゃいけません。ミッションクエストでね、このミッションをクリアしろという感じです。まあ最初のチュートリアルなんで、結構チュートリアル長いなって思うんですけど、基本的にこの流れはもうほんとチュートリアルです。ずーっとチュートリアルなのでね、一旦はここのクエストっていうところの指示に従えば大丈夫だと思います。イエー、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか、早速ね。 When you are ready,
これちょっと終わるまで多分協力者促せないと思うので一旦超えてからですね。14分の遅刻、バキじゃない、バキだよね。ん、遅れた、お疲れ様です。好きな人多いんだよね俺の周りに。結構パンチの効いたあの人とかも好きだって言ってたな。よし、じゃあ取りに行きましょう。最初、初心者用実況解説用実況ではエクスカリバーを選んでいるんですが、まあ最初はね、慣れるって言ったら操作に慣れることからまず始まるとは思うんですけど、好きなようにまずは動かすのがいいよね。バキで合ってます、ありがとうございます。そう、バキ読んだことはないんだけどね、周りの人がみんな好きだね。もうその頃には俺はもう実況編集ばかりでちょっと漫画とかを読んでる暇がないっていう感じになっちゃったから、ね、本当は読みたいんだけどね。で、初心者の方はね、これ多分ね、中堅天皇さんたちもあれだと思いますけど、最初ってヘッドショット狙うの練習した方がいいよね、このゲーム。部位によってダメージって変わるんですよ。PC ですか？あ、これ PC じゃない。これは PS4 です。PS4 で初期アカウント作ってやってます。PC 版はね、まだちょっと、今予定立ててるんだけど、まだ更新しない。もうちょっと更新することになると思います。もうちょっとでね。そう。しぶちゃんさん、こんばんは。改めまして。そう、一応ね、初心者用解説授業実況 PS4 の新規アカウントでやってます。そう、で、思うのは、やっぱり、こう、V を狙う、足狙った時と、頭をきちんと狙った時のね、ダメージ値っていうのは違うので、まあこういうクエストを通しながらね、ファウンドリーモジュールを発見しながら、そういうのをやるのがいいかもしれないね。惑星移動時のオービターが劣化イオンに見える不思議。相当ハマってるね、さっきまであれだったから、見てたから。で、初心者さんはね、こういうコンテナは最初一個一個破壊していきましょう。そっちの方がね、素材も集まるし、いいと思います。スカナ懐かしいでしょ？スカナ懐かしいでしょ？だって初期武器だもん、これ。マーク1とかですからね。ここのね、後でアーカイブから、この実況動画を見られた新規天皇さんとかはね、いっぱいコメント欄、この中堅、くろうと天皇たちがいるわけですよ、このコメント欄には。ね。彼らのアドバイスも聞けると思います。すごいプレッシャーを圧をかけていくスタイルです、今日は。皆さん最初の頃を思い出してコメントをお願いします。あの頃はこうだったとか、ここが難しかったとかね、その難しかったところを克服したのはこういうことがあったからだとか、そういうね、皆さんのコメントがこのコミュニティを、ひいてはこれからこの動画を見てくれる新規天皇がね、新参天皇の方が、なるほど、例えばね、最後のそのジャグラさんのコメントを言うなら、そうか、ジャグラさんはそういう風に思ってたのかっていう反応があるかもしれないからね。それがコミュニティ強化ですよ。それがコミュニティ性の強いゲームの目的ですよ。俺はそう思う。まあいろいろとね、ここのステージ初めてだと思います、このステージ自体は。チュートリアル中はね。なので、まあ地形の把握からいろいろとやっていくのがいいと思いますね。やっていくがいいって、なんか悪役のセリフみたいだな。やっていくがいいと思えるな。あ、そうタイルを覚えるっていう意味でも含めて隅々まで探索した方がいい。全く同じタイミングで俺と同じことを思ってるね、支部長さん、さすがですね。そう、俺も思うの。最初サクサク鍵マークのとこに行くのもありなんだけど、だいたいウォーフレームのステージってローテーションでいろんなところ巡るんですよ。ここのステージ、例えばこの先ステージが進んでね、土星とか、セドナとか、そういうのが出てきても、大元の、この元のベースになっているステージって、そんなに変わらないんですね。出てくる敵がちょっと違うとかいうのはあるんですけど。なので、最初は支部長さんがね、コメントくださってるように、タイルを覚えるっていう意味も含めて、隅々まで探索するのがね、本当におすすめです。意外にね、こういうところを移動できたりだとか、そう、こっちからぐるっと回って、ロッカーありますとかね、いろいろと隠れ道みたいな、まあ、さすがにここは隠れ道とは言わないけど、隠れ道な、道みたいなところもあるので、1名の方いらっしゃいませ。そういうのを探すのも面白いですよね。フレームをトレードで買おうと初めて課金して、したすぐにマーケットで武器設計図を買おうとして、ソーマを現物買いした思い出。あ、いいですね。いろいろとプレイの思い出が詰まってますね。そう。たまにね、こう、上とか天井とかにもね、ロッカーが置いてあったりするんですよ。こういうところに。たまにここレアコンテナ置いてありますよね。昔、モッドの意味がわかんなくて、
いじってなくてすぐやられてたな。あーなるほどね。それはでも大いにあるかもしれないですね。もっとは前回の俺初心者用解説用実況で結構説明したんですけど、やっぱりね一言でまとめるのってまとめようと思ってもかなり時間がかかるなっていう思いました。うん、はい、これ警報が鳴ります。こういうところは前回のステージまではね地球とかだったと思うんでそんなになってなかったと思うんですけど、警報が鳴った場合はねこの制御コンソールっていうのがいじれば警報を切ることが可能ですね。警報鳴ってるとどういうデメリットがあるかっていうと、敵をステルスキルできなくなるっていうのがありますね。あと常に敵がこっちの場所を認知している状態なので非常にやばいです。そう、戦いづらくなります。環境がこういうステルスキルがね行えなくなってしまうので、でもう一段階警報レベルが上がるとドアが閉められてしまってステージを進行できなくなるっていう、まあゲームオーバーとかじゃないんですけどその先に進めなくなるみたいな状態が発生するので、まあ警報はね早めに決勝奥に越したことはないなという感じですね。まあサクサクこうやって敵はお好みで倒していけっていう感じでもありますね。サクサク進んじゃいましょう。もうちょっとで進んでね、ファウンドリモジュールのところは。ファウンドリモジュールはねなんか駅に忘れ物しましたみたいな感じで置いてあります。おうおうよし、そうこれです。ほらなんか誰かの忘れ物みたいな、もうあいつなんで忘れんだよ。でこっからチュートリアルでね、なぜか撃退数やってくださいっていうチュートリアルです。散々ここまで戦ってきた対数も人数に入れてくれませんって俺は思うんだけどね、毎回なんかこの手のやつ取ってると。Soon the worm will be in your spine. もうじきアスカリスが貴様の神経を動かし、我が輩がウォーフレームを操ることができる。そうすれば溺愛する母から貴様を引き離し、いるべき場所に連れ戻す。まあアスカリスが浸透してきていると、操られてしまいそうという感じです。アキニンニクさんこんばんは、ありがとうございます。半年しか経ってないのにスカナが懐かしく感じる。ああそうか、半年、ああなるほどね。いやでも本当にそうですよね。これもね初心者天野さんが見たらあれだと思いますけど、半年あるとねだいぶのところまで進むんですよねこのゲーム。でやればやった分だけきちんとその成果が出るみたいな感じです。テスト勉強じゃないけどねそんな感じなんですよ。そう、結果はね自分のプレイ時間に伴って、コンテンツを充実させようと思ったその思いに応じて大きく進んでいくという感じです。室内でも高低差があるのでパルクール練習してもいいかもですね。そうだね、今軽く俺結構ぴょんぴょん飛び跳ねながらやってるんですけど、意外にこれ慣れるまでって結構大変だったりするんですよね。しかも俺感度が速いからサクサク上とかバーって動いたりしてるけど、感度の速さってやっぱり人それぞれ肌が違う、肌でね肌感で変わるから、そういう意味でもねこういう時はじゃあこういう風に移動しようとか、あこんなとこ行けんだみたいなのもありだと思いますね。警報に段階があったのは知らなかったです。あそうなんだ、そう意外にねそうなんですよ。装丁ミッションみたいなやつは、消滅ミッションと妨害ミッションはもともと敵に発見された状態からステージが、まあ要するに、まあ、ちょっと初心者天野さん向けに言うとかなり後半の方にあるエンドコンテンツ並みのやつなんですけど、そういうね稀なそういうステージもあって、そういうとこまで行くと、警報がね速攻次の段階で扉を閉められたりとかってありますね。まあ最初のうちはね罰連打してるだけで大丈夫だと思います。新加藤さんありがとうございます。今日は初心者用解説用実況ですよ。新加藤さんもそうですね、支部長さんも、皆さん参加のその比率が高いですね。参加率めちゃめちゃ高いです。そうとてもありがたいことで、おかげさまでねこのウォーフレーム生放送をやるモチベーションにつながってますよ。俺もせっかくねあえてやっててこう参加してくれるから今日もやらないとみたいな、やらないとっていうかやりたいなと思ってね、そういう気持ちにマジでつながってるんでね。そうなんですよ皆さん、あんまり俺そういうこと言わないけどね、めっちゃ考えてるんです。めっちゃ考えてるじゃねえや、考えてるじゃない、感じてるんです。おっさんさんはどこ。おっさんさんはね多分あれだな、なんで今日入れないんだろうっていうか、ハピネスさんはウォーフレームをやってないのかなってなってる可能性がある、配信を見られてない場合は。俺アカウントが違うので、ハピネスダークサブって名前なのでフレンド申請を送っても受け付けられないようになってるんであれですよ。うん、おっさんさんそう、このアカウントは一切プレゼントも受け取れないし、俺もギフトを送らないし、あれです、
なんだっけ、なんだっけな、ごめん、ちょっと嬉しいコメントをもらったから記憶が吹っ飛んだ。あ、そう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 、いろいろと初心者はあれです、初心者じゃない、やごめん、マジでリセット、フレンド申請はできません。オッケーオッケー、ごめんね、すげえパニックったわ。8時からだと参加しやすくなるのでありがたいです。あ、ありがとうございます。そう、8時からやってます。1時間なんだけどね。今度土曜日はね、2時間枠で撮ろうかなって考えてます。そう、ちょっとみんなの希望というか、みんなとね生放送中にディスカッションして、そうか、やっぱり長時間あるのもいいよなと思ってね、土曜日は2時間枠を作ろうかなと今日企画してました。そう、1時間だから短いんだよね。だから1日ぐらいは、土曜日ぐらいはね時間があるから、せっかくだから2時間枠でやろうかなって。そう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 、楽しくなってきたら2時間半枠とかね。初心者なので助かってます。あ、ありがとうございます。そう、質問なんかあったらねバンバン使ってください。で、このね初心者用生放送だからといって、いつもみたいにね生放送のそのコメント欄でリスナー同士がディスカッションしちゃいけないとか、そういうのないのでね、みんなのそのミーティングの席だと思う感じで、ミーティングの席ではないよ、そうだけど、そういう感覚でコメント欄をいつものように使ってください。スタンプもバンバンね今日13日の金曜日ですよ。そう、俺ツイッターに投げました。はい、初心者さん的にはね、この辺新しいモッドを手に入れることになると思います。たくさんね、まあこれもねゆっくりまた、壊れたモッドが多いですけれども、ここにも一つ一つ、紹介していきますので順を追っていきましょう。そう、みんなね賑やかなんですよ。そう、このコメント欄結構常連さんがやっぱり多いですね。昨日はシータスありがとうございました。ああ、もう全然全然いいですよ。むしろねサムネイルも映ってくれたんでやったねって感じだったんだけど、シンカトさんごめんね昨日本当に申し訳なかった。ファウンドリーモジュールのインストールを開始はい、これでファウンドリーモジュールをゲットしましたので、これをねファウンドリーモジュール挿すと、ファウンドリーという機能が使えるようになります。はい、こちらですね。まあとりあえずね他にすることはないので、ファウンドリーモジュール早速挿していきましょう。すごい、第1回目、みんなまさか今日こんなね中堅クロート並みの人たちはこんな初期段階のウォーフレームが見れるとは思ってなかったでしょう今日は3時間拡大スペシャルですか。ごめん、アーク生放送があるんだこれ、この後。そう、アークの生放送があるのでピンジャック君とコラボしていきます。ファウンドリーの修復が完了しました。これで強力な武器やツールを作成し、私を解体、いえアーセナルを拡張できます。ありがとうございます。あ、でも本当に解体されるからねここね。オペレーター、素材が足りないようです。コーパスにありがちですが、設計図をタダで渡したと思いきや素材でぼったくるのです。なるほど、オペレーター、素材がないと開発装置の設計図は無意味です。ということで次はそれを探しに行くことになります。そう、ですね、このファウンド喋るんかい。今お前の船のセフォンから苦情のメールが来たんだが、字幕が早いんだが、素材を集める場所を教えてやってもいいが、まずは謝罪してもらおうか。お、素材から必要な字幕が早いんだが、母ちゃんはジムに通ってねえし。早くね字幕昨日は死亡してました。そう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 、だからサムネイルに映れなかったっていうね。You may want to get a new ship Zephalon when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for research. はい、どうも。If you can stand 野菜ジュースを盛大にこぼした。ハピネスダークのハピネスです。しょー。めっちゃこぼれたんだが。いやー。ごめん、マジで生放送中なのに。確かこのゲームって過去作ありましたよね。ありました、ありました。ダークセクターってやつですね。PS2 とかで出てましたね。ダークセクターのスキンとか、このウォーフレームに、まあ、俺やったことないんだけど、ウォーフレームに、ありますよ。グレイブっていう武器が、そのダークセクターから来た武器ですね。そうなんです。それも俺教えてもらったんだけどね。はい、というわけでね、ファウンドリという機能が使えるようになりました。野菜ジュースならセーフですね。うん、そうなんだけど、ちょっとクッションの上にもこぼしちゃって、オレンジ色がついてしまったというそうなんです。ファウンドリはこれ物の制作ができます。先ほどね、オーディスと
まあダーボさんはちょっとネタ的要素でしたけれども、オーディスがね教えてくれたようにいろいろと制作ができますよっていうやつで、まあ最初から付与されている設計図もあるんですよ。こちら例えばこのエリアルサポートチャージとかアークウィングランチャーとかね、こういうのはもう勝手に初期段階から持っているやつです。もちろんねアスカリス解除装置ってやつもそうなんですけど、今はこれを作ることを目的としています。うん、このモーフィックス、サルベージ、ポリマーバンドルっていうアイテムがないと、まあこのアスカリス解除装置は作れないという感じです。まあ要するに、この装置を作る手順は、すべてのアイテムを制作において適用される手順ですよということなので、一旦チュートリアル中にね、このアスカリス解除装置っていうのを完成させてしまえば、あとはね、素材さえ足りれば、いつでもファウンドリで自分の作りたいアイテムの制作ができるという感じです。なのでね、一旦はチュートリアルになぞって、まずはこのモーフィックス、ポリマーバンドル、サルベージ、もう次のステージで確実に手に入るようにチュートリアル構成されているので、まあ取りに行くのが良いと思います。まあファウンドリーに関してはね、アスカリス解除装置の素材を手に入れてから、ちょっと詳しく説明していきたいと思います。昔アスカリスめっちゃ作ってたけど意味ないんですよね。そうそうなんですよ。はい。ついにね、この足の装置とかが外れそうっていう感じですね。まあこんな風にしてね、足りない素材はミッションに赴いて回収しようという感じです。それがひいてはね、無課金ゲットっていうのにつながってきます。うん。この手順は無課金でアイテムを揃えるのであれば、毎回通るプロセスですね。では次に行きましょう。コーパスの素材庫に潜入せよ。こちら、今度打って変わって敵が、コーパスになりますね。再三コーパスって名前は出てきたけど、どんな連中かが今まで一度も出てきてなかったんですが、まあグリニアが、火力重視の敵だとすれば、コーパスはかなり陰険なやらしい戦い方をしてきます。そう、なんでかっていうと、このコーパス勢力って物量、まあ武器のねその威力というよりもかなり弾幕で攻めてくる方なんですよ。ちょっと知能的みたいな。で、ウォーフレームのアビリティ攻撃とかね。そういうのを無効にしてきたりだとか、そういうことをやってくる連中が多いです。おっさんとアルゴンクリスタルを取りに行かれる方がいらっしゃればというコメントが来ておりますので、誰か、コメント欄にいらっしゃいましたら、ご返信をどうぞ。ですね。まあ、一旦このミッションサルベージっていうのは、あれです。ナリファイ。呼んだの？キスするわよ。やめろ。まあ行きましょう。コーパスのところね。こちら行きたいと思います。で、ちょっと実際にコーパスが出てきてからなんですが、そいつらが出てきたらね、ちょっとグリニアとはまた別の体制を持ってます。そのアーマーだとかね、防御面に関して。ラーテルが一瞬マーテルに見えた。ステージも一変しますよね。最初緑地みたいな感じだったのが今度は雪のステージです。面白いね。でこの地域から素材が見つけられるよという話なので、まあロータス姉さんの指示に従ってそのアスカリス解除装置を作るための素材をこのステージで発見していきます。ロボット軍隊プログラムされたことだけをやる機械たち、部屋はレーザーだらけ。こいつはマジでやべえが、金ならたくさんある。そのためにここに来たわけさ。そうだね。よし行きますか。ボンバードエクシマスに。そうだね、そうやると敵の動き止められるからいいですよね。はい、コンパスに関してなんですが、グリニアが結構走行地形、もともとその外装でねアーマーを持ってる連中だとすれば、コーパスの連中はどちらかというとシールドっていうね、ウォーフレームシールドありますよね、青いバーのゲージ、シールドとヘルスでウォーフレームのこの体力っていうのは出来上がってるんですけど、これみたいな感じでコーパスの体力は構成されてます。これグリニアじゃないよね。そう、あの青いゲージありますよね。あれ、あの青いゲージがウォーフレーム、この今エクスカリバーでいうところの200の部分で、赤いゲージが140の部分になりますね。まずシールドを削らないと直接ヘルスを削ることもできないという感じです。そう、なかなかめんどくさいですね。まあこういったね、あのシールドに有効な属性とか、直接シールドをすっ飛ばしてヘルスを直接削るための
属性派生とかそういうのもいっぱいあるんですけれども、まあそれはねまだモッド構成次第になるのでね、武器とかそういう違いになるのでまだ今は気にせずだでいいと思いますね。うん、最初何の説明もなく出てくるんでねびっくりしちゃいますよね。これがちなみに先ほどアスカリス解除装置に必要だと言われていたサルベージになります。あ、オガテンドさんありがとうございます。こんばんは。今日は初心者用解説用実況プレイやっておりますよ。で、この貯蔵庫を見つけることが一つ目的です。今回はぶっちゃけこれは強盗だがあんま心配すんな。コーパスも決して正義の味方ってわけじゃねえからな。売れるものは誰にだって売るさ。おっと勘違いするなよ、私だって商売好きさ。だが私は絶対にグリニアには売らない。それだけは絶対に許さねえ。こだわりがありますね。あ、ソルさん、バンチはありがとうございます。ソルさんさ、あ、ごめんなさいね、ちょっと個人的なあれなんですけど、あ、ソルさん今モデレーターに設定させていただきました。あ、ソルさんね、YouTube ライブの方でもモデレーターさんやられてる、やってもいただいてるんですけれども、アカウント名が全然わかんなくて、スイッチでモデレーター設定ができなかったっていう感じなので、今ちょっと、リアルタイムですけど、今速攻モデレーターにしました。ごめんなさいね、突発的に。ありがとうございます。いやー、助かったわ。今日はね、初心者用解説用実況でございます。はい、今日はファウンドリーについての説明ですね。コーパスって実は宗教じみてるんですよね。カナエを崇めてるんでしたっけ。そうです、その通りです。あ、そうか、コーパスのあれだね、あの時代背景みたいなバックボーンも話しておいた方がいいのか。あ、ジャグラさんありがとうございます。そうだね、コーパスはね、あのジャグラさんのコメントにある通りちょっとお金を崇拝していて、あの例えばこのコーパスのね、上司、赤いスーツ着た上司がいるとしますよね。で、俺はこのまま行けばトップ狙えっからって言ってて、で、そのトップにあと足元一歩及ばないって思ってたこの緑色のスーツみたいな連中が、ちくしょう、あいつさんいなきゃ俺がトップなのになって思ったら、ちょっと、おい、あの赤いスーツ天野に狙われるように計らってやってくれっつって、いろんな情報操作してわざと天野に襲わせて、そいつを確保、まあ殺させて、自分はそのコーパス社会でトップになるみたいな、そういうのが横行した、まあなんか現代の日本の社会のなんか裏側みたいな感じです。まあ日本だけじゃないんだろうけど、そういう感じです。あの弱肉強食の世界で金を崇めてる連中で、あの俺に金が入ってくればお前らが死のうがなんだろうが俺には関係ねえ、だって俺金持ってるもんみたいな、そういうところです。グリニアね、グリニアは恐怖政治みたいなね、あの力こそ全て、あの昨日の生放送のコメントで言ったら、パワーイズ力、力イズパワーみたいな感じでアタックしやってるんですけど、コーパスは金金金って感じ、そんなお金時代です、お金時代の人たちです。このコーパスって人たちはグリニアとかと違って生身の人間なんですか。あ、そうだね、コーパスはコーパス人みたいな感じだね。コーパスの種族がありますね。グリニアも一応人間ではあるんだけど、あいつら全員クローンなんですよね。そう、あそこはクローン技術がすごくて、そのクローン技術をもってして勢力拡大に成功した国なんですよ、グリニア帝国は。それで物量で攻めて、全ての宇宙の太陽系の惑星で、まあドンパチも繰り広げられるしという感じです。今日は18名の方いらっしゃってますね。初心者用解説用実況なのでね、あの初心者さんの方に向けてね、なんか発信したいコメントありましたら、中堅の方、プロテンドの方、構いませんので、じゃんじゃんコメント欄使ってください。ぜひぜひ、それをね、あの初心者さんが見たらね、ためになると思いますので、絶対にね。皆さんの持ってる、その情報とか知識はね、ウォーフレーム上では本当に宝物だからね、初心者さんへ、渡せるプレゼントですからね。はい、こちらはまず2つ目のレアコンテナ開けていきます。これを一個一個開けていきましょう。今ね、箱みたいな、なんかアタッシュケースみたいなのありましたね。あれがポリマーバンドルです。あー、通信が、またアスカリスがどんどん浸透しております。貴様は部下を殺し、領女帝陛下の前で我が輩を侮辱した。だがもうじきアスカリスが完全に浸透し、貴様を我が輩の元へ連れ戻すだろう。 To me。 ありがとうございます。まあどんどんね、全然俺バレットジャンプ普通にできるし大丈夫だけどみたいな風に動いてるけど、本人はやばいと思います。本人はもう坊ちゃんがうるせえみたいなノイズだと思います。ホッヒーは覚えた方がいいですね。あ、そうだね、ホッヒー、ホッヒー、あのハピネスのね YouTube チャンネルの方にリスナーと一緒に作った動画で、とりあえずホッヒーって言ってウォーフレームは無料だよっていうのを伝えるっていう動画があります。
頭グーリニ、頭グーリニア、冴えてもグーリニア。どういう音で歌えばよかったのそれ。ロータスをあがめましょう。姉さんね、ロータス姉さん、やればやるほどね、このウォーフレームっていうゲームは不思議で、やればやるほどあのロータス姉さんがお母さんに見えてきます、本当に。母性って不思議だなっつってね。そんな感じです。で、これが最後のレアコンテナになります。ほっへぇほっへぇ、いいですね。初心者への言葉、楽しむのです。いや、もうほんとそれです。エンジョイしましょう。ウォーフレームエンジョイって感じです。アスカリスがついに貴様の脳に入り、ロータスとの切断接続を噛んじゃったけど途絶えた。貴様は我が輩の元へ帰り、貴様の意志を問わずにな。あ、ドラえもんか。なるほどね。そういうことか。ごめん。よしよし。まあ、帰り道もね、いっぱいアイテムがあったりしますので、こういうのを回収しながら帰るでもありだと思います。もうこれ見よがしにいっぱいアイテム置いてあるもんね。ほら、お金が入ってたりするんでね。序盤はね、かなりクレジット不足に悩む時が来ると思いますので、こういったものはね、回収できる時に回収しておくのがおすすめですね。バブミを感じるってやつですか。バブミって何？バブリシャスみたいな感じ？あ、よくスクラムガム。あ、超うまかったよね。これレアだよね。クリアした後に。あの、貴様は我が輩のものだって、坊ちゃんが言うこれ。結構レアですよね。はい。またね、改めてモッドを手に入れました。やっぱり壊れたものばかりなんですけれどもね。まあ、このあたりもね、使い方によっては結構有効なモッドが多いので、まあ、後々、モッド構成の仕方、まあ、ちょっと応用編みたいな感じで説明やっていきたいと思います。一応9時までなんでね、あと20分ぐらいこれ、進めていきたいと思いますね。オペレーターどうなさいました？貴様の旅はもう終わったのだ、天のよ。諦めず抵抗する勇士は尊敬に値するが、もはや我が輩は貴様の一部なのだよ。やだー！ Lotus, do something. Help the operator.さあ、ファウンドリーでね、作りましょうという感じです。ちょっと会話長いです。我がグリニア兵は強力かつ大軍であるが完璧ではない。我らは病に侵され、腐敗し、子孫を残せない。But now, we have you. もう本当に天皇が欲しくてたまらねえっていう感じです。坊ちゃん的には。ウォーフレームやってる人は必ず何かしらの宗教に入ってます。かっこがせ。私はマイラ教とレッドベル教とネッチャ教でーす。初心者さんにはハテナーな単語がいっぱい出てきますね。全部ね、あのウォーフレームの用語です。リレーにいつもピンク色のバロ吉が待機勢がいました。あー、バロ吉の説明もやっていきたいですね。ブーメラン教でブーメラン教ですが対象の人間に擬似的な母性を感じることです。なるほど、バブミってそうやって言うんだ。へえ、知らなかった。じゃあロータス姉さんのところにバブミを感じて戻りたいから、アスカリス解除装置を作りましょう。 I did this for my love. そう、こう天のがね、アスカリス解除装置を作ってることなんか知らずにすごい意気揚々と坊ちゃん喋るわけですよ。俺はこうやって話聞いてますけど、多分バーって進めたい天のはめちゃくちゃ罰連打してアスカリス解除装置作ってると思いますね。はい、それではね、先ほど手に入れたモーフィックスとポリマーバンドルとこちらサルベージ使ってアスカリス解除装置を作りたいと思います。そう、一応ね、制作時間というものがあります。それぞれそのアイテムにはね。あ、そっか、今日バロキシの日か。あ、そっかそっか、なるほどなるほど。え、アスカリス解除装置作ってます。ごめんね坊ちゃん。そう、これ制作時間っていうのがね、時計マークがありますね。クレジット4000の隣にちょっと1分って書いてありますね。ここに書いてあるのがそれぞれの、制作する時間です。まあ要するにね、あのプラチナで何かこう課金でアイテムを買うっていうのは時間を買うっていう風に言われてるんですけど、それはね、この制作時間をすっ飛ばす工程を、なんつうんだろう、すっ飛ばすことができるからプラチナでは時間を買うっていう感じですね。無課金で手に入れようと思ったら必ずこの制作時間、もうこのアークイングランチャーってやつは30分かかりますからね。もうもっと長いのもあります。うん、こういうのを一個一個って感じてじゃん、みんなが感じる言うから感じてって言っちゃったじゃん。こういうのをね、通してゲットしていきます。
バロミを感じたとかなんだよ。面白すぎんだけど。いやー、賑やかですね。まあぜひね、だから初心者線路さんでもね、普段やっているそのみんながね、ウォーフレームフレンドはみんなで参加できる、生放送にもぜひいらしていただきたいなとも思いますけれどもね。はい、もう全然条件とか一切ないのでね。じゃあとりあえずアスカリス解除装置回収していきましょう。ゲットです。これが初めて、アイテムをファウンドリで制作する手順をやったって感じですね。そしてアスカリス解除装置を使います。取れました、取れました、やったね。 What a waste. 惜しいな。よかった、ロータス姉さんも安心です。外すことができました。 I thought I lost you。 やっちまったって思ったんだろうな姉さん。しかしそれだけでは終わらないのであった。アスカリスの安全装置がついておりました。そのためにね、エクスカリバーの脳内にさらにもう一度同じ現象が走っているって感じですね。なので、ボー本人を倒さないとこれは解除できないという結論になります。何をボーっとしているんですか、ひでえな。なので、これからね、そのボーちゃんとの全面対決に向かおうという感じです。ボーが暴力ボーと暴力が似ていることに、なんちゃらなんちゃら、面白すぎでしょあいつ。はい、こちらですね。ナビモジュールを入手する。棒の位置を特定したいので、ナビモジュールっていう感じになるんですね。はい。また次のステージに行こうという感じになってます。そのアスカリスを棒ちゃんにつけたいってことは、アスカリスをつけた棒を操作したいってことだよね。あ、でもアーセナルでね、棒スキンとか欲しいよね。棒本人ではないんだけど、棒の見た目になれるスキンとかさ、ハロウィンのシーズンとかにそういう仮装ないのかな。そう、仮装でさ、一瞬だけそのモアをさ、アンビュラスにできるとか、そのエクスカリバーをタイルリーゴルにできるとか、なんかそういうのあったら面白くない。仮装シーズンだけ、ハロウィン限定だけでもいいからさ、面白いよね。いいね、ブルース・リーの名言この間ちょっと見ちゃいましたよ。超かっけえなって思いましたね。アスカリスをつけたままにできなかったのかな。あ、なんか外装品として欲しいよね、それでもね。ド S ですね、坊ちゃんはなかなかのド S ですね。とりあえずね、アップグレードでいろいろとできるんですけど、まだ現状は収容量が足りないのでね、ちょっとなんとも言えないんですが、いろいろと、手に入れたモッドがあります。シンとかね。前回のモッド構成で説明した時は、シールド容量が増えたりね、あと、その、ヘルスが増えたりだとか、そういうのが多かったんですけれども、中にはね、自分の足の速さを、こう、速度を上昇させてくれるモッドだとか、あとはアビリティを放つためのエネルギー容量を増やしてくれるモッド。で、あとは自分のレーダー上にね、敵の位置が表示されたりだとか、そういうなんか支援系のものもいっぱいあります。ので、どういうね、そのモッド構成でどういう風にこのフレームを動かしたいのかっていうのは、そのもうプレイヤーに委ねられてるとこなんですよね。ステージに合わせるもよし、適正力に合わせるもよしで、いろいろとね、遊び方が選べるのがこのウォーフレームの面白いところです。まだね、ちょっとレベルが上がってなくてランク4なのでね、まだ全然ちょっとできること少ないんですが、今後ね、進んでいくとそういうことができるようになってくるので、ぜひね、最初で飽きずにね、やり込みまくってほしいなって思いますね。うん、ウォーフレームは最初すごい動画とか見てきた人は、なんかこれじゃない感めちゃめちゃ強いんですよ。なので途中飽きやすいんですが、そこを乗り越えると自分だけのウォーフレームがね、広がっているはずなので、ぜひね、進んでほしいなっていうのはね、多分ここのコメント欄にいる人たちもね、全会一致のはずです。みんなそれを乗り越えて今ここにいるみたいな感じだからね。そう、まあゲームなんだけどさ、たかがゲームって言っちゃそうなんだけど、もう感動が詰まりまくってるんで、素晴らしいゲームですこれは。仮装ならリーゴルさん一択ね。俺もそうなんですよソルさん、俺もリーゴルになりたいんだよ。インデックスポイントアップグレード、ちょっと似てた。マイラの仮装もうスキンになっちゃうな。それ半年に1回ぐらい拘束されたフレームを救うようなイベントがあったらアスカリス使えるし、初心者天のも積極的に参加してくれそう。あー、なるほどね、初心者を助けろみたいな感じだね。
それは面白いな。でも実際その公式ムービーではあの坊ちゃん今チュートリアルでね、あの坊ちゃんと今エクスカリバーが1対1でみたいで戦ってますけど、実際公式のプロモーションムービーでは最初にエクスカリバーがね、目覚めたところに坊ちゃんがやってきて、そこで他のフレーム3体と協力して坊の軍隊と戦うんですよ。4体グリニアでめちゃめちゃ強いんだよ。あそこにいたの確かにアッシュとフロストとニュクスかが来てくれて戦うんですよ。非常にかっこいいムービーなのでね、もし見たことない人いましたらぜひ見てください。うん、すごいおすすめです。もう回し物発言ですけどね、うん、回し物になりたいんで俺はウォーフレームのそういう人間なので、そうそうそう、ウォーフレーム通してちょっと100万人規模のコミュニティ作りたいなとか思ってるし、そうそうそう、そういう人なので、うんこれもう冗談に聞こえるけど本気で思ってるからね俺。アルゴンクリスタル消えるの変わらないかな。変わらないと思いますねあれはだってあれでしょ、ユーザーにログインさせるための素材でしょ。うん、そうなんです。そういうね、日にちが経つと消えてしまうアイテムもあります。実際自分もわからなくて一度離れてしまいました。あ、実はね俺もそうなんです。あのこれ初心者さんにも言えることなんですけど、俺もねこんな風に偉そうに言ってるんですけど、あの全然ね、あの1年の空白とかあるし、このゲームがリリースされてね3年後から始めてるとか、あ、うん、そうだね、3年後に始めたとか、そういう結構後発勢でもあるので、全然そんななんか隅から隅まで知ってるってわけでもないんですよ、最初期の頃からね。そうなので一回離れるのは別にいいと思うんだけど、またきっとやりたくなったらね、その時にはぜひまた進捗進めてね、ある程度のところまで進んで、あ、ウォーフレームってこういうとこ面白いんだっていうのをね、なんか自分自身でこう見つけてほしいなって思う。だからウォーフレームの楽しみ方って人それぞれ違うと思うんですよね。突き詰めるとね、こういうところが楽しくて継続してプレイしてますとかね、そういうのがあると思います。すごいね、初心者用解説用実況なのに70個もコメントもらえるとかすごい嬉しいですね。いやー、あったけえな、本当にコミュニティがあったけえよ。ちょっと似てなかった、わお。毎回マグがアラドに拘束されるんですね。わかります。ちょっとマグ姉さんも喜んでるのかもしれない。そういややめてみたいな。さあ、これはナビモジュールというのをね取りに行くミッションです。またちょっと一風変わったステージですね。ここはガレオン船という船の中のステージで、グリニア勢力の船の中です。うん、今後ね、エンピリアンというのが実装されるとイベント、この船にね、ここじゃないですけど背景は、突っ込んでいけるイベントがあるそうです。宇宙の外からボーンって船にね。もう欲しくてたまらない、静かにしろボー。そしてまたイモータルエクスカリバーが犠牲機ってウォーフレームは忍耐力が鍛えられますね。あー、なるほど、そういう見方もありますね。うん、あったかいんだからとか超懐かしいですね、新加藤さん、それはすごい懐かしい。あ、ピンくん、こんばんは、ありがとうございます。キウイ、ごまかしたそれちょっと俺使っていい？はい、どうもキウイですとか言って、かっこ嘘みたいな感じで挨拶していい？キウイの言い方がちょっと気に入っちゃった。え？あ、ピンジャックくん、今コメント欄に来られてるピンジャックくんも、惑星開拓中なのかな？惑星開拓は終わったのかな？そう。だけど、ウォーフレームもね、開拓してどんどん進めていこうという人ですね。ごめんなさいね、クソエイムで。マーク1ボロトン使いにくいなと思ってるんで、俺は。今ね。まあこのガレオン戦もね、先ほどの支部長さんのコメントではないですけれども、いろんな知見を把握しながら進むのがいいかと思いますね。だから事細かく解説してくれるハピネスさんには感謝してます。あ、もう全然、むしろ不備があったら突っ込んでね、コメント欄で、え、ここどういうことなんですかって、今のことじゃなくてもいいし、今自分自身がリアルタイムで気になってることをぜひこの生放送を通じて解決してほしい。その解決でウォーフレームを継続的にプレイできるのであれば、俺はバンバン答える。うん。うん。俺じゃなくても、他のね、リスナーの方に、え、それってどういう意味ですかって言って聞いても全然大丈夫だと思います。なぜなら、俺の生放送に来てくれるこのウォーフレームコミュニティを盛り上げてくれるリスナーの方々は、いや、そんなんググってくださいとか言う人が一人もいないからね。だから安心して質問できるコミュニティでありたいんだよね。あー、もうソレさんが引き継いでいいと思う、それ。うん、ウォーフレームをやらないと人生どれぐらい損してますかって、10割でしょって言っちゃえよあ、ピン君もまだ開拓中です。はい、
もしかしてアイスホッケーの選手の人ですか？サインくだひゃい！キウイ！オッケー、これがサインボイスってやつだ。コンズは敵じゃないんですか？昨日包囲されてたけどね。コンズくん、君は完全に包囲されている。おとなしくサヤと一緒に手を挙げて出てきなさい。ショーラーっつってね。ごめんなさいね、本当に初心者の方に全然わかんないこと言っちゃって本当にごめんなさい。そのうち絶対わかるようになるんで、あの時にこのネタはなんかよくわかんない、あの時のネタだったのかみたいなね。まあサクサク進めていきましょう。初心者さんメインだからね、みんな今日は。ネタコメントが横行しているということです。はい、今度はラスボス。それこそガセだろ、面白いな。面白すぎる。ウォーフレームは全てを解説するのが非常に難しい、要素が広すぎるから自分からわからないことを抽出した方が建設的ですよね。確かにその通りです。まあ本当にね、この生放送はアーカイブで見られている方もコメント欄にね、これってわからないんですが何ですかって、この映像で映ってたこれって生放送で突っ込んでなかったですか、どういう意味ですかっていう風に聞いてくれればね、俺コメントで返信したりもするので、もうぜひぜひ。あ、そうだ、動画の最後ごめんね、パーンとかつって、ちょっと動画の最後に連絡事項がございます。っていうかもうこのチュートリアルが終わったら終わりなんですけど、ウォーフレームフレンドの方限定に、まあ、ここほとんどウォーフレームフレンドの方だと思うし、 PC 勢の方、 PS4、Xbox、スイッチ版の方、皆さん全然プラットフォームは関係ないです。全員参加可能のちょっとある環境を作りましたので、まあ、もう知ってる人はね、コミュニティ欄とか Twitter でもう知ってるかなとも思うんですが、ちょっとその手順とかをね、細かくちょっと説明して終わりにしたいと思いますね。ごめんなさいね、ちょっと初心者の方はちょっとスローペースだなと思ってるかもしれないけど、ごめんなさいね、俺がちょっとね、いろいろと、こういうスタイルなので、俺は。コメントをめちゃめちゃ拾っていくっていうスタイルなのでね。うん。今までずっとそれでやってきたので、それがこの状況でも抜けないというね。そう。不器用だから。バロキチは水星ですか？なるほど、わかりました。まあでもちょっとね、初心者さんにはこの、バロキチっていうシステムがまだ水星まで至っていないので、ちょっと経験することができないのでね、説明は割愛させていただきたいんですが、とてもね、面白い要素です。概要的に言うと、2週間に一遍、限定的なアイテムを、ランダムで、あるアイテムをね、こう、あるアイテムと交換してくれる人が、商人がいるんですよ。リアルタイム2週間ごとです。面白いよね、そういうのが。だからそれを狙ってね、貴重なアイテムを回収するとか、そういうプレイの仕方もありますね。なんで火力出ねえのとか、なんでそんな見た目な派手なのとか、ぼんやりした疑問でもいいので、疑問を持つことが大事。そうですね、もう本当にそれだと思います。もうぜひハピネスダークのこの動画とかね、コメント欄にいらっしゃるリスナーの方々に出会った、もうその瞬間から、ウォーフレームの疑問は全て払拭できたと思ってもらって大丈夫です。うん。この動画があなたの、その分からないところに答えますみたいな、そんな感じです。それがこのウォーフレームコミュニティのいいところ。自負してます。自他共に認めるってやつですね。ピンクの棒盤のおじさん待機中。はーい。そう、バルキチはね、レアアイテム売ってくれます。これが、ナビモジュールです。なんでこんなね、坊ちゃんのいるところがわかるナビモジュールがこんな風に保管されてんだっていう話なんですけど、迷子になるんですかね、坊ちゃんは。かわいいですね。よし、じゃあこれでね、OK なので。ただ、2つの選択肢が出ます、ここで。この船から脱出、ガレオン船の中にね、入植者たちが囚われていると。そいつらを無視して、見殺しにして、助けずにね、見殺しにして、彼らの断末魔を聞きながら脱出するか、まあ助けるかどっちか選ぼうよっていうのをロータス姉さんが揺さぶりかけてきます。別に揺さぶりでもなんでもないんだけどね。ロータス姉さんは天皇の判断はまあしょうがねえっていう人だから、このまま脱出したら全然問題ないとは思うんだけど、助けに行きます。うん、そう、アスカリスはやばいっていう、あそこで演出を入れてくる結構やらしい感じなんだけど行きます。そしてベテラン天皇は大概そういう疑問に答えるのが大好きマンばっかりなので、ガンガン疑問をぶつけまくりましょう。そう、みんなね、教えるの大好きって感じだから。徘徊癖、おじいちゃん、あ、某ね、しょうがない、やっぱりね。あ、そうこの船をね、落とそうよってことで、これがね、実は妨害ミッションと呼ばれる類に入ります。今なんか普通にナビモジュール取りに来て消滅戦みたいになってたんですけど、これはね、ガレオン船をこう、うわー、やべえ、危ねえ。ガレオン船をね、落とすための手順です。そう。この、
ガレオン船の中枢ともいえるね、インジェクターを破壊するとこの船が爆発します。こんな感じで、なので、これが妨害ミッションと呼ばれるジャンルに入る内容ですね。これはね、普通にミッションとしてプレイすることが可能です。多分ディーンさん的には全てのミッションをやらせたかったんだけど、枠がそんなにないからここで妨害ミッションを挟んじゃおうかっていうことだったのかなって俺は勝手に思ってますね。まずなかったよね。やられるやられる。うん、これエネルギーオーブを拾わないとね、アビリティが放てないので、そこはちょっとねエネルギー管理が必要になってきますね。はい、これで脱出になります。妨害ミッションで爆発させるとね、床にこの炎の環境障害が出てきて、その土を踏んでしまうと炎ダメージを受けるとか、そういう違いがありますね。船を爆発させると今後、今オービター行くとアーセナルありますよね、あれが大回収される発表があったのと、さらにね、先ほどちょろっと言ったんですけど、エンピリアンっていうイベントが実装されると、自分が宇宙で敵と戦いながらあの船に突っ込むぜっていう風にそのアクションをすると、敵の船を宇宙の外からバーンって貫いて中に侵入して敵と戦うっていう展開ができるようになるんですよ。今後、今年の12月頃にできるようになるはず。うひゃー、同じー、やばいですね。拘束された勝利の剣、エクスカリブー、いいですね。はい、ということでね、マスタリーランクというのに、出れるようになりました。ちょっとテロップも出たんですけど、さらに、このままチュートリアルも進行させることが可能なのですが、ここまで説明するとね、今ちょうど9時になりましたので、今日の生放送は一旦ここで終わりにしたいと思います。次回はね、マスタリーランク、また来週の金曜日この時間、20時から21時の間にまた同じようなね、初心者用解説実況をやっていきたいと思います。皆さんのね、中堅クロート天皇たちとディスカッションをしながらね、はい、やっていきたいと思います。で、すいません、これはね、ちょっとウォーフレームフレンドの方限定の先行のね、ちょっと告知なんですけど、改めてね、告知動画を出すんですが、ウォーフレームフレンドの方のそのウォーフレームにログインしてない時でもディスカッションをするでき、ディスカッションができる場所を作りました。チャットウォークっていう、チャットワークっていうね、まあ聞いたことある人はいるかもしれないんだけど、チャットワークっていうところにチャットなんですね、普通に LINE みたいな感じです。それで、会話のできるツールの環境をハピネスが作りましたので。後でね、動画、今後ちょっと動画出すので、今、コミュニティ欄に招待リンクがあるんですけど、まあ、その告知動画が出た後に、そこに載ってるリンクにアクセスすると、ウォーフレームフレンドの人がね、招待メールから、例えば、ヒカルンさんだったら、ヒカルンですとか、ソルですとかね、そういう風に言ってくれれば、自分がね、承認制なので、アカウントを承認して、ここのウォーフレームフレンドたちとディスカッション、いつでも会話ができるという環境を作りました。うん。のでね、ちょっとその周知を、お待ちいただければと思います。トリートちゃんがリストラ大丈夫です、ちゃんと言いますはい、ということで皆さんお疲れ様、コメントありがとうございます。またね、ちょっと軽くの告知になりましたけれども、よくわかんないと思います、この説明だけじゃね。うん、またしっかりとした説明動画出しますね。はい、なのでウォーフレームフレンドのその方もそうなんですが、今ね、初心者用実況をこのアーカイブで見た方々も、ぜひね、皆さんと一緒にプレイしているウォーフレームの動画も見に来ていただければと思います。というわけでね、この動画がね、なんか、いいな、役に立ったなっていう方はね、ぜひね、評価ボタンなどもお願いいたします。皆さんからのコメントも、たくさんお待ちしております。というわけでお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。皆さん、たくさんのコメント、ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら、ハピネスダークのハピネスでした。バイバーイ。この後は、ピンチャック、よろしくね。